と、これがアプリケーションアプリウェブフレームワークベンチマークスとパールの言語報告会ということで喋ります。中野です。このテックエンパワーのところが公開している、ウェブアプリケーションフレームワークベンチマークなんですけど、いろんな言語、21言語とフレームワークが100個近いものが登録されていて、それの、ベンチマークを公開しているサイトです。で、リアルタイムで、出てるベンチマークの結果が出てるわけじゃなくて、定期的に何ヶ月かに1回スコアが更新されています。で、今は69です。ソースコードやベンチマークのツールは全部ヒットハブで公開されてて、それに対して追加修正したい場合は、ルリフなどを送るとやってくれます。で、サイトが実際のような感じで、上の方に説明がだらだらって、下の方にそれぞれのフレームワークの言語で、どれくらいのスコアが出たかっていう数字があります。で、その JSON シリアルライゼーションと書いてあるんですけど、対象とするアプリケーションは大体こんなでやって、全部実装しなくてもいいようになってます。ね。で、ベンチマーク、どんな環境で実行されるかっていうと、EC2 だとか、あと、物理マシンで、上のコア i7 のマシンはなんか、そろそろ退役するらしいですけど、最近だと、下のすごい新しい、いいマシンになってます。で、これのパールもいくつか登録されてるんですけど、その延長というのも3乗なんですね。で、これ、パールだけ、ピラシタンサーとケルトのゼロシスからあるんですけど、これ、動いてないんですよね。ドゥーノットコンプリートで、そもそも動いてないと。で、こっちの、さっきの前に、ジオンのマシンなんですけど、こっちの古い Core i7 のマシンがなぜか動いていて、上の2つが PHP と、ルビーのラックですね、ユニコーンで動いているやつですね。これと比べると、数字半分ですよね。PHP100 に対して48.3しかいない。なんとかしないといけないなっていうのが、去年からずっと思ってたんですね。で、そうそう、ベンチマークといえばですけど、イスコンもやります、今年も。クックパッドさんの主催で、僕も出ますので、ぜひ、予選から参加していただきたいと思います。で、そういえばなんですけども、イスコンテーブルね、見せました。しましたか、で、そういうこともあって、本気出しました。で、これが、左側ラウンド9の数字で、大体 PHP の半分しかなかったんですけど、それがどうなったかというと、こんな感じになりました。これ見ると、ユニコーンの性能良くなってて、すごい楽しかったです。まともになったということです。で、何をやったかというと、上から、パールがアクティブパールだったんですね。初めて見たんですけど、バイナリーをダウンロードして入れてたと。それを全部ちゃんと直して、リバースロキシーに入れて、USB ハンドルはなぜか僕のモノセルスを使ってたんですけど、使われたりして、プラックアップの、デフォルトで動いてたんですけど、それはないわということで、オプティマイズしました。実際スタディもこんな感じで起動してます。随分下の方の数字がでかくなっているのは性能を出すためです。で、これのベンチマークの意味なんですけど、大きく大きくあって2つあって、上の選定するヒントになるというのがすごくあります。で、もう一つというのは、そのフレームワークのソースコードだとか、実際設定したりも自体が、実践的な証形式になると、ソースコードが設定するやつすごい役に立つということで、それ、こういうことを公開しているというらしいです。で、ぜひ、パールのところ、先に5つぐらいしかなくて、PHP なんて20個ぐらいフレームワークが並ぶんですけど、ぜひ、画像を作っていたり、新しく作ったりしたら、ログインして、ベンチマークがどんなものなのかとか、それを使う、フレームワークを使ってコードを書くとこうなるっていうのを、公開してもらえるといいかなと思います。以上です。